frd プレゼンツええレベル稲垣正幸の声優やって。あのまま。さて、まもなくアニメ玉が始まりますが、今日もスタジオに出演者の方が来てくれています。今日は何人来てくれてどんな話をしてくれるんでしょうか？ はいスタジオにいます。はいいます。<laughs> 石坂さんと私と今二人ですけど、二 <laughs>、はい、人出てるんですよね。そうなんですよね。はい,はい。えっと今回の作品はあちょっと面白い作品になってます。え言葉一つ一つがはい、あストーリーに繋がる感じになってますの、ね、でぜひ聞いてください。それではお願いします。アニメ玉メイドイン沖縄ボリューム二十九作稲垣正之時代劇 漫画とだいてよろずえで第3のまきそらとぶおかまとカエルいまわたしがのったうちゅうせんはちきゅうでは UFO とよばれているものですがはるばるたびをしてちきゅうにやってきましたあれえど時じだいにきちゃった つくのが早すぎた。おかみ、あれを見てごらん。あれ。なんだいなんだい。どんぶりが空を飛んでる。えー、どんぶりが？どこだい？貧乏長屋とおかみの一杯飲み屋の間の道の上、空。本当だ、飛んでる。でもあれはどんぶりじゃないよ。飯を炊くおかまだよ。えー、どんぶりだろ 飯炊き窯だよまあまあ飯炊き窯でもいいやでも飯炊き窯がふわふわ飛んでるなんて変じゃないかあらまそういやそうだねなんで飛んでるんだい狸がおかわり化けたのかねいくら狸が化けたって空は飛べねえやなそうだねじゃああれは何なんだい <laughs> 地面に降りた近くで見るとずいぶんでかいね 飯炊き窯の蓋が開いた誰かが出てきたあれ去年流行はやりやで死んだこの村のお代官様によく似てるまさか生き返ったお代官様、生き返ったんだよだから飯炊き窯で空を飛んで帰ってきたんだ着いたけど目の前にいるのはちょんまげに丸るまげの人たち 間違いなく到着した時代が早すぎた <laughs> あの、すみません、今は何年ですか文政八年だよ、忍光天皇の世の中だけどお大官様、空飛ぶおかまり乗ってあの世からお戻りに文政八年ということは 1825年のこの星に着いたってことだ2025年の到着を目指していたのに早く着きすぎてしまった <laughs> 早く着いたどういうことだいそうかお盆でもお彼岸でもないのに早く天国から帰ってきてしまったってことだよちがいます 自動的に到着した時代や環境に合わせて見た目やしゃべる言葉を変化させてくれるマシンを使っていますので外見や話し声はそのお代官様という人に似てしまっているかもしれませんが中身は別ですというか中身は人間ではないのです。 後の時代の人たちには宇宙人と呼ばれる生命体なんですけどなんだいマシンってちっともわからねえ宇宙人って言ったっけああ宇宙って名前の村から来たのかえ宇宙って村のお大官様になったのかいいやお大官様じゃなくて、うん、まあいいです。 実は人を探しに来たんですが時代よ誰を探してるんだい<る>カエルカエルあれ人じゃなくってカエルかい人ですカエルカエルって言ってるじゃないかカエルなら田んぼにいくらでもいるよ案内しようか、うんここに何かいるカエル なんだもぐらだ。<laughs> お目当てのカエルじゃなくって残念残念。残念もぐもぐもぐ。えもしかして。もぐ,ぐもぐ。も,もぐ,ぐ,ぐ,ぐも,もぐ,ーぐ。もぐもぐ。もぐもぐ。もぐらと話してる。生き返るともぐらと話せるようになるんだね。違いますよ。このもぐらは。私の探している。かえ。 うん、これはモグラカエルじゃない宇宙村じゃモグラをカエルって呼ぶのかい聞いてくださいこのモグラは生まれ変わりの最中のカエサルなんですカエサルカエルの新種かい違うよカエルとサルの愛の子さそうだろお代官様全部違います この機械を耳に入れててて黙っていいて。くださモグラのもぐコさんの話が分かるようになりますからはいどうぞ私はこの星の皇帝ですカエサルとは古いラテン語で王様の中で一番の王様という意味です今は輪廻転生の最中でモグラとしての命の修行をしているところです約5000年前、 宇宙パトロールでええいえその言いかえれば夜の見回りのお役人のように宇宙村全体を見回っている時にこの星に寄りましたその時にこの星のカエサルだったのが人間だった時のこのモグコさんですその頃ののこ私はこの星を 本当の幸せに包まれた世界にまとめ上げることができないまま命を終えようとしていましたその時カエサルは宇宙人の私に質問したのですこの星のすべての生命体を幸せに導くためには私は何をすればよかったのでしょう過去のことを考えるよりこれからのことを考えるべきですあなたは。 この星のすべての生命体に生まれ変わり、その一生を実際に体験してみたらどうですかそれには5000年の年月が必要になります。すべての生命体の一生を体験し終わった後に、再び人間に生まれ変わり、もう一度カエサルになって、 5,000年の間に学んだことを生かせばよいのです。この星を幸せにあふれた世界へと導く方法がきっと見つかると思いますよ。5,000年後、私は再び皇帝になれるのですかもしあなたが輪廻伝承に挑戦するなら、それを終える5,000年後にもう一度。 私はあなたにに会いに来ます。そしてあなたが再び皇帝になれるようにお助けしましょう。さああなた5,000年間想像を絶するような困難や苦痛に耐え続ける覚悟が持てますかやってみようと思います。本物のカエサルにに。なるために へえてことはこのモグラが4,800年前のカエルそして今から200年後この星のすべてを幸せにしてくれるカエルカエルではないカエサルですわざと間違えてませんか私も生まれ変わって2025年に幸せにしてもらいたいね本当にそう願いたいなその時はモグラじゃなくて人間です あと200年耐え続けてみせますでは次は間違いなく2025年にお会いしましょうああ,あ,あおあおか官様空飛ぶ丘まで飛んでいっちまった宇宙村に帰ったんだねモグラのカエルもいなくなっちまった。 なんかあっという間の出来事でろくに意味がわからなかったけど200年後モグラのカエルは本当にこの星全部を幸せにしてくれるんだろうかきっとそうなんだろう少なくとも私はそれを信じて200年後に人間に生まれ変わっていたいねそうだねあのカエルのおかげでこの星の生命体の全部が幸せになるんだろうね なんで200年も早く着いちゃったかな次に来る時は出発する日と到着する日の計算を間違えないようにしなくちゃ2025年の地球はどんな世界になっているだろうこの星の全部を幸せにできるカエサルの復活にふさわしい地球であってほしいな。 と言いながら、私は次に来る時も少しだけ早く地球に着いてしまうのでした。なんとこの話は続きがあるのです。続編のタイトルは「転生したら戦争だったのけん」。さていつ放送になるのかお楽しみに。出演稲垣麻里前藤若矢、しだみずこ F. M. 宜野湾、石坂まなみ。はい、今日のアニメ玉に出演してくださった方々がスタジオに来てくれています。えー、録音済みのものです。お聞きください。ということですが、はい、生放送です。あ、<laughs> でした。<laughs> 出演者ご対抗にいます。<laughs> はい、<laughs> えー、どうでしたか、ご自分のやったカエサルは。 いやなんかちょっとやっぱあの、うん、久々に聞くので、うん、自分のこの出たやつをちょっとそわそわしてしまいました <laughs> あでもコメントも来てます沖縄大好きさんからパチパチ来ましたねおーあれ嬉しいですねはいありがとうございます <laughs> あそしてカーブバイさんが私のあのもぐもぐがめちゃめちゃ可愛かったのでありがとうございます <laughs> ありがとうございます狙 <laughs> い通りですねあまゆるさんも来てますねはい来てますね稲垣先生お疲れ様ですそしてお帰りなさいませ 来沖、お待ちしておりました。ええー、三か月間、稲垣先生が恋しくて、生放送のアニメ玉が聞きたく、全県民が待っていました。明日、お会いするの楽しみです。<お>いや、嬉しいですね、まゆさん。はい、帰ってきましたよ。帰ってきました。で、えー、と、はい、続編があるってこと、ね。そうですね。いつやるんでしょうって。聞けるんです来週です。来週。<laughs> じゃあ、一週間待って、ね。一週間待ってもいいです。はい、実際、このお腹転生したら、戦争だった。はい。 どんな話でしょうかうですね。ちょっとなんか名前がなんか聞き覚えのあるような感じもするんですけれどもいい感じでしょう、はい、楽しみですねまた来週も楽しみに聞いてください、はい、ということでじゃあ CM 行きましょうかお願いいたします EUJ は主に東京以外の地域で展開する総合エンターテインメントグループです全国で漫画、アニメ、ラジオ、映像作品を企画制作しながら東京以外にお住まいの方々へも 芸能にチャレンジすする機会を提供していま EUJ では今ラジオをお聞きいただいているこちらの地域でも芸能をオンラインで学ぶことができるんです紅の豚のポルコロッソを演じた名俳優古森山秀一郎さんの意思を継いだ芸能オンラインスクール最高指導責任者はこの番組のメインパーソナリティでもある稲垣正幸先生です。対象年齢は小さいお子様から シニアの方々まで幅広く学んでいただくことができます EUJ で検索してみてくださいねアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください 主人公などの気持ちを考えながら読むのがとっても難しかったです楽しかった自分の声を聞くってちょっと恥ずかしいなっていうのもあったんですが、うん、で楽しかったっていう気持ちの方が大きいですとても新鮮でした <laughs> また機会があればやりたいなって思いましたやってみると緊張がだんだんほぐれてちょっと楽しくなってきた感じでした <laughs> やっぱ自分で演じれるっていうのはなかなかない経験でとても楽しかったです、うん、ドキドキしたんですけど楽しかったです 声優さんのお仕事を体験できてすごくいい経験になりました。楽しかったのでまた次もこのような機会があったらまたやってみたいなと思います。経験できなかったことができたので良かったです。難しかったけどやってて楽しかったです。はいということで感想を聞いていただきました。えー、このねアニメだま始まって出演してくださった方大勢の中のまずパートワンでしたね。えー、ご その方々の感想を聞いていただきました。で、これだけのまあ今日一日この放送生放送を聞いていただくと、えー、大勢の方がまた感想を言っていただくんですけど、このきっかけを作ってくださったのが今こちらスタジオにいらっしゃるなぎらさんのご夫妻です。いや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 。<laughs> えっと最初にです、ね。私があのこの、えー、沖縄に来るきっかけを作っていただいたんですが。 そのもっと前に会った時って沖縄に住んでいらっしゃらなかったですよね。そうですね。ね東京でお会いしていると思います。はい。なぜこの沖縄にいらっしゃったんですか。<laughs> そうですね。実を言いますと私があの三十四年前に、えー、<お>沖縄解放国体っていうのが発火、はい。 開催されたと思うんですけど、そこであの高校生時代にあの沖縄解放国体にレスリングで出させていただいて、はい、その時の印象がすごくですね、良くてあのまあ美しい海と青い空ということで、いつか住みたいなというまあ移住の夢が叶ったっていう形で、はい、こちらに来させていただいてます。三十年越し、そうですね。はい。で、ご一緒にいらっしゃった。そうですね、一緒に来た形ああ、どうでしたか、沖縄いらしていて。 そうですね、もともと20代のときにサーフィンしてまして、えー、結構あちこちサーフトリップ、まあ、九州内ですけどしてたんですけどその頃にあにやっぱり海の近くに住みたいっていうのが夢でして<ー>今やっと <laughs> かなった感じです、ね、感じで,すで、サーフィンはやられてる サーフィンやってない。もうちょっと、ちょっと、ちょっと無理ですね。でも、どうなんでしょう波的には、沖縄の波ってサーフィンどうなんですか。どうなんですか、でも、なんか結構、やっぱ、海、めがけて。こう、来る方、多い気がしますけどね。そうですよね。沖縄の海って、やっぱ、みんな、スケボーを含めて、一度は来てみたいってね、思うでしょうね。 えー、ということで、えー、このお二人のおかげで、えー、この番組が始まることになってそしてまたこのあと CM がありますが、えー、この方々もこの番組始まったおかげで出た皆さんですでは次の CM を聴いてくださいアニメ玉についての感想を抜粋してみました聞いてください最初はとても緊張していたけどやってみたら楽しかったです噛んだところがあったんですけど結構楽しかったです 難しかっったたたけどまたやってみたいですこのように何かを演じて言葉の意味とかその響きを味わうっていう機会をいただけたこと非常にありがたいなと思っていますとっても楽しめましたサボードとかで結構スラスラ言えるようにできました難しかったけど楽しかったです最初はとても緊張したけど後から自分らしく言えたかなと思います楽しくできて またやりたいなってとっても思いましたはいまゆうさんからおうおう柳田社長お疲れ様ですあ<ー>個人的に追加してます、ね、いただきました、はい、社長頑張ってますね <laughs> ありがとうございます山原久稲さんからも <laughs> 稲垣さんまなみこんばんは<お>初見ですということで今日はコメントもたくさんです、ね、いや嬉しいですね初見の方もぜひぜひ楽しんでいただければと思います <laughs>、はい、で今スタジオに今度は入れ替わりにしていただいたらお名前お願いいたしますじゃあ男性の方いきましょうか 吉村です。はい。え、ちょっと下まじってください。あ、健司です。はいはい。はい、村上聖佳です。あ、村上聖佳。はい。で、えー、このお二人はそのさっき今一つ前にいらっしゃった柳田ご夫婦さん、うん、柳田さんのご夫婦のおせあのおかげでパパ、えー、<laughs> <laughs> と呼んでると思いますよ。<laughs> <laughs> 外にいるんですね。<laughs> じゃあまああの子次に出てもらいましょうね。えーとどうですか。あのやはり沖縄に来られたわけですよね。<laughs> はい、えー。どんなふうに思いました沖縄。 そうですね、やっぱ暮らしやすいなって思いましああ、そうですかああ気温の差がなくてですね、はい、確かに、まあ、着るものなんてあんまりいらないですもんねのバリエーションがねですから、なんか一年として同じ感じのファッションがあのいろんな楽しめますよね、うん、はい、うんうん、どうですか、暮らしてみて私は暮らしてなくて、はい、暮らしてなくて、はい、<laughs> 失礼しましたもともと熊本に住んでて <laughs>、はい、今ちょっと休暇を取って一週間だけ沖縄に来ている形なのでなるほどなるほど もううバカンスってやっぱり熊本に住んでるんで海ってあんまり2時間とか車で行かないとないので、うん、もうここにいたらもう身近ですよね身近に海を感じれて <laughs>、えー、なんか時間がゆっくり流れてるような感じが、えー、私はすごく好きですね。えー いや、あの、沖縄の皆さん外からいらっしゃった方に、こんなに褒めていただける素晴らしいところに住んでますね。羨ましいです。ね、ね、<laughs> こんだけね、あの、喜んでいただくと嬉しいです。僕も全然沖縄人じゃないんですけど、今はなんか沖縄人のつもりで。<laughs> <laughs> 嬉しいです。はい、ありがとうございました。じゃあ、次また次の CM を聞いてください。大勢沖縄の方が喋ってます。アニメ玉についての感想を抜粋してみました。聞いてください。 娘を連れてきたつもりが私までもうハマってしまって声優にもなっちゃってます <laughs>、うん、とても楽しかったですまたやってみたいです私みたいな素人でもできるというかさせていただいたということで本当にあの貴重な経験でちょっとはい声優さんに興味を持ちました声に関する仕事は前からちょっとやってみたいなって思ってたので今回体験できてよかったです 喋る言葉言葉一つつないで一つの作品につないで聴いてる方に想像力を引き出すっとっても素晴らしい仕事だなと思いますテレビとかで出てる声優さんたちは普通に喋ってるように感じたんですけど実際にこういうふうにやってみるとすごく緊張しましたはいということでまたゲストが変わりましたああお子さんがってますよー <laughs> YouTube でねご覧の皆さん、えー、さっきパパって言ってた子ですよねあつき君でしたっけね、うん、はい

まずちょっと保育園先から保育園探しから始まったんですけど保育園から小学校に上がる年長さんに幼稚園に行くっていうシステムが沖縄県であるっていうのがあって大体私も熊本県に。 住んでて先月引っ越してきたばっかりなんですけどそういう熊本とかではもう全然あの保育園に年長さんまで通ってそのまま小学校っていう感じなのでまあそこがちょっとびっくりしてそうですねまあもしその小学校に上がる前に1年間小学校に付属する幼稚園に通う。 らしくるにってですねは緊張しいとところだと分かりました<す>、ね、<laughs> <laughs> じじゃゃあもう CM 聞いてててくださいいアニメ玉についての感想を抜粋ししみました聞いてくださいいい緊張しましまたがいい体験できて楽しかったです。初めててててやってみてとても 感情などを表現するのがとても難しかったですやって楽しかったですやっぱり子や孫を育てるためにこのお話はとっても役に立ちます昔明治生まれのおじいさんたちも言ってました読書も大いにやりなさいと本もいっぱい読ませてあげなさいそこから子供たちが頭が咲いてきますよというの明治二十年のうちの祖父はいつもその話をしていましただからこのお話を読んだ時に とても明治生まれの祖父もう30年前に亡くなったんですけどその祖父を今日思い出して涙が出そうでした。はいということで、えー、今の最後の方もね、はいえー、80年 オーバーの方ですよね。はい。でアニメタメ出ていただいて感想を言っていただきました。代表のおかげでね始まったあの番組ありがとうございます。素晴らしいですね。それがこういう代表のご家族の方含めてみんなが沖縄にこそまっていただけて嬉しいです。嬉しいですよね。はい。熊本とかいらっしゃる僕は東京から来てやってますけど、えまたあの今回のこのご縁が沖縄の皆さんもっとつながりますようにまたよろしくお願いいたしますね。はい。よろしくお願いします。はい。もう一つ最後のシーンを受けてください。 ついての感想を抜粋してみました聞いてください演じ分けがとても難しいなと思いましたでもとても楽しかったですこんな小さい空間でとても大きな世界を見れたような気がしますいい体験をさせていただきましためちゃめちゃ楽しかったです本当にいい経験させていただきました自分は滑舌が悪いって噛みすぎるかもしれないと思ったけど先生がそばにいてくれたおかげで最後までやり遂げました最初は緊張したけどやったら楽しかったです はいえー、今日うはゲストが、ね、たくさん来ていただきました、この、ね、世界観を表せたかなと思ってて、一つの思いが、ね、つながって、はいえー、柳楽さんのご家族の場合は、最初に、えー、ご両親がいらっしゃって、はい、それがファミリーにつながって、沖縄のレー分かっていただけて、うんで、私は柳田さんのおかげで、こちらで番組を持てるようになって、はい、そのおかげで大勢の,あの沖縄の方のキャスターの方と知り合って、うれ、ん、しかったです。 さっきちょっとね申し上げましたけど次回はそのカエサルを探しに来た宇宙人が、はいえー、また地球にやってくるんですけど、はい、そうなんですよ <laughs> <laughs> ちょっと間違えちゃうんですよまた。<laughs> の間違えちゃうところがちょっとミスで、ねはい、転生したら。 戦場だった、はい、戦場っていうのがまたちょっと、ね、どういうことかなみたいなそこがまた、まあ、今の,、ね、あの時代にエンターテイメントって何ができるんだろうっていうところをちょっと考えて頂ければと思いました今まであのちょっとお休みしてもあのねマンボウで来られなくて、はい、外出禁止で来られなくてやっと開けて来られるようになりました。 ええまたこアニメだまこのままあと楽しみにお聞きになってください、えー、ツイキャスであのいいですよ、うん、小学校に上がる前にとかねかかコメントたくさんいただきましたねたありがとうございますじゃあまたお会いしましょうバイバイバイバーイはいよろしくお疲れ様でした。